すのでで、えー、チャンネル始まるよってことこ今回もやっていきたいと思います、えー。今回ね、久しぶりのギターネタですね。あの、まあ、うちのチャンネルはギター好きな人多いと思うんで、まあ、なんだかんだで、やっぱ言うてもギター弾きが一番見てくれてるんじゃないかなと思うんで、まあ、なのに全然ギターのネタが投下されないっていうね、<laughs> すいません。まあ、いや、音楽ネタは投下してるんだけどね、ギターそのものにフューチャーした動画っていうのは結構久しぶりかもしれないですね。 うん、で今回はねギターのアンプシミュレーターの話ですねまあ知ってる人にとってはもう別に今更だと思うんだけどさマニアックな話でもあるしマニアックなものでもあるんで今回紹介するのが、まあ、だからぜひねお得な情報にもなってるんで、まあ、最後までチェックしてほしいなと思いますしかもあの今日インペリテリー今回弾くんでまあまあそれ聴きたいって人もぜひよかったらかっこいい演奏になってるんでぜひチェックお願いしますということでやっていきます ええー、まあ、テーマというか、まあ、タイトルつい度と思うんだけど、えー、シンプルに、今も言ったけど、アンプシミュレーターの紹介で、えっ、ー、と、無料なんですよ。ただ。完全ただですね。まあ、だから、おすすめします。いくらでも、も金かかるんだったら、ちょっと別にそんなおすすめしないんですけど、もう完全にフリーというか、もう1円もかかんないので、まあ、手間がかかるっていうぐらいですね。ちょっと、まあ、登録して、で、ログインして、 で、ダウンロードしてっていう。まあ別に何をするにしたっていたって当たり前のことなんだけど、まあそのいわゆる登録してのダウンロードしてのメール受け取ってのインストールしてのっていうのは必要なんで。まあでもその手間がだるくない人はおすすめですよっていうことですが、その手もやってもね、普通にめっちゃいい製品なんでおすすめなんですけど、皆さんギターの安心っていうかさ、練習どうやってしてますかまあ別にハードウェアとかね、ケンパーとか、 まあ、ヌーラル DSP のね、あの、クラウドコーテックスとか使ったりとか、まあ、リアルアンプ使ってるよって人もいるかもしんないけど、まあ、そういったいわゆる最先端、ハイエンド、なんつうの、エクスペンシブ機材みたいなのを使ってる人は、まあ、話はね、もう関係ないかもしれないんだけど、ただ高いじゃないですか、そういうのもね、言うても。何十万もするじゃん。 で、ハードウェアも別に持ってなくてって人もいると思うし、なんならもうほんと俺みたいに完全に自分の環境がソフトウェアにもうデジタル化されてるって人もいると思うんですよね。で、まあでもお金もかかるし、なかなかアンプシミュレーターなんて身長できないよみたいなねって人もいると思うんですけど、まあそんな皆さんにね、この音楽バカ、音楽オタクである私がね、まあ、おすすめをちょっと押しえようかなと思って撮ってるわけですよ。 しかもただ言っても説得力がないんで、ちゃんと自分で演奏するっていうね。なんて親切な <laughs>。まあまあ、だからチャンネル登録してください、みたいなね。まあまあまあ、僕はね、あの、音楽好きなんで、音楽好きな人ももっと音楽を好きになって楽しんでほしいっていうのもあるので。しかもね、この、なんつうの、早弾き界隈というか、ロック界隈というのはね、端の方に、こう、隅っこに追いやられてる現状なんでね。 もう韓国勢やダンスミュージックやヒップホップにもう完全に負けてるというかねなんだか切ないですよね、まあ、なんで僕はなんか嫌,な嫌だなって思うやつとかなんか嫌いなやつ抜かしてロック好きな人にはやっぱりねこう反映してほしいと思うのでちゃんと有益なものは共有しますよってことでいきますうんあのねニュー ニューラルティじニュー、<laughs> ニュートンチューブっていうね、やつがあるんですよ。この画像の右側のが、いわゆるもうまんま製品の GUI になってるんだけど、ブランド名はオーディオシンギュラリティっつって、で、そのオーディオシンギュラリティっていうデベロッパー、いわゆるブランドのニューロンチューブっていうのが、いわゆるただ無料なんですよね。で、これ何がすごいかって、まあね、俺、多分、俺ももしかしたらまだ知らない情報あるかもしれないから、 まあ、もしかしたら更新されるかもしれないけど、俺が調べたところ、現状、2024年8月の段階で、タダで手に入るアンプシメーター。要するに1円もお金もかからなくていいっていうものの中だと、これがベストだと思いますね。しかも面白いのが、これ人工知能が閉ざされてるんですよ。もう,もうね、ちま例では人工知能のもうソフトウェアといえば、もういろいろね、まあ、チャット GPT をはじめ、 音楽界隈にもねアイゾトープのものとかも含めていろいろ AI がね組み込まれてきてるんですけど、まあ、僕も AI 搭載型のいわゆるプラグインっていくつかソフトウ持ってるんですけれど、まあ、今回のこのアンシュミもね同じように AI が搭載されてるというか AI が書く音を作るっていう作ってるっていうまあまあまあどんな技術か知らんけど <laughs> まあとりあえずその AI っていうキーワードを売りにしてるんだけど売りも何も無料なんだよなんだけど。 ただ、この製品が無料で、まあ、これが良かったら別のものも買ってねっていう一応スタンスだと思うんだけど、でも本当にこの、オーディオシンギュラリティっていう名前なだけあって、すげえなブランドの名前ですよね。<laughs> 本当に。うん、だから本当、素晴らしいんですよ。僕も実際無料だし、練習ではよく使ってる。まあ、たまに別に、なんつうの、必要とあれば別に録音で使ってそういうこともあ,あった、あったというか、もうこれからあるかわかんないけど、あったんだけど、 うん、すごいねほんとこれが無料っていうのはマジでねすごいと思うんであんお金かけたくない人とか、まあ、そういう人にはちょっとおすすめできるなとんでもなんつうの、そのモデルとなってんのがソルダーノだと思うんだよね多分ソルダーノの SLO100 だと思うんだけどここはちょっとわかんない自信がねえわ音を聞く限り GUI を見る限り多分ソルダーノだと思うんだけど申し方は違うかもしれんすまん違ったら、まあ、どちらにせよいい音だからおすすめですっていうのもあるんだけど あともう一個、これはね、なんだかレイニーだっけな、レイニーのなんか、コンボアンプの、え、モジュールとしてるやつもあって、2個入ってるんだよね。だ好きな方を選べるっていう感じで。で、まあ、0.C も全くないわけじゃないんだけど、ただ、いわゆる一般的なギターのプラグイン、ソフトウェアのプラグインに比べれば、まあ、少ないかなと。で、これ、去年出たもんなんですよね。2023年の初頭というか。 だからまだ製品化されて間もないので、割かし最新のいわゆる機材というかソフトウェアなんですよ。それ古いものとかじゃないから。まあ、だから、いわゆる無料だけど古いものってあるじゃん。だからそういうものに比べると、そういいんじゃないかなって思うんで。で、僕も使いやすいし、レイテンシーがほとんどないから、まあ練習とかで使ってるって感じなんで、まあ皆さんにもね、素晴らしいものなので、シェアしようかなと思って撮ってますね。 うん、知ってますかメリーさん知ってるやついるこれ結構でもマニアックだと思うんですよいわゆる i k m マジメディアのトンネックスとかアンプリチューブとかアッチとかバイアスとかさいわゆるギターリーグとかとは違ってメジャー感は全くないんで初めて聴いたよって人もいると思うんだよね普通にまあなんでまあまあまあこのあとちょっとデモ貼ってあインペリテル弾いたからさ、まあ、ラットレースなんだけどまあだからそれでほんと聴いてみてかっこよかったらね あの、ダウンロードしてみるのもいいんじゃないかなと思って、撮りましたよ。ほ、うんとそれだけなん、今回動画なんですけど。うん、結構ギターナンプションにだって難しいよね、すごく。で、有料なものもあるじゃん、いっぱいっ。ほとんど普通は有料なんだけど。で、その有料と無料の差っていうのはそんなに別になんか音質的には、俺的にはあるとは思えなくて。というよりはもはや数とか、その機能性の幅とか。 選べる音色のそういう、なんつうの、バラエティーに富んでるから高いとかね、うん、その IR の数が多いから高いみたいなものはあっても、結構単体一つしか、この音しか出ないけどみたいなものとかだと、わりかし、こうやっていいものってあるから、ただ練習とかだとさ、別にそんな使わないじゃん、いっぱい音色なんて。マスティやメタラーとか、ね、早指きギタリストとかだとさ、なんか練習の間中にさ、たくさんこう、プリセット変えてるのないじゃないですか、普通に。レコーディングとかだったら、話は別だけどさ。 まなので、本当練習用とかにも本当におすすめだし、まあ、気に入れば、それこそ別のものとかもね、手出してみてもいいと思うし、意外とないんだよね、使えるアンプシミュレーターって、結構。あと、レーテンシーやっぱ結構気になるやつもあるしね。古っぽいやつだと。うん。で、どちらかというと、本当に、きめの細かい、なんか、系統の、え音がするというか。あ好みは分かれるんだけど、 うん、でも本当に、ソルダーノとか、マーシャル、マーシャルちょっとあれだけど、まあ、近代ものマーシャルとか、まあまあまあ、レクチファイヤーとか、そっち系の、なんつうの、こう、ザラザラした質感というかね、そういうのが好きな人には多分刺さるんじゃないかなって思うんで、まあよかったら、ぜひってことで。じゃあちょっと、この演奏を貼りますね。えー、桶、OK、に乗ったものと、ギター単体を抜き出したものを両方あの貼るんで、まあまあまあ、 いいいい感じじにチェックできるんじゃないかなかって思いますあ普通にクリス・インペリティのラットレスをあのギターソロの部分とその前の、まあ、リフのところから、まあ、フル尺でそこだけ弾いたって感じですね。はいではどうぞ。 お疲れいてもらいいまししたたどうでしたいやいい音じゃない普通に無料にしてはとかじゃなくて普通にいいっていうのはもう当然なんだけどそんなの当たり前だからわざわざ動画にしないからねじゃなかったら、うん、あのマジで普通にいい音だと思うんですよねつうかもう本チャンで使える音ですね完全にもうなんなら狙いに行ってギターソロの音はこれでいいやっていうぐらいのレベルの正直音かなって思います あの有料のものでこれより勝いものなんてもうめちゃくちゃいっぱいあるからさいやほんとうん全然有料のもの,の方がクソでしょっていうのが本当にたくさんありすぎて、まあ、だからこれ俺練習で使ってるんですけどやっぱり練習もね希少な時間なんでその時間やっぱしょぼ負事でやりたくないっていうのもあるしねまあなんでほんとおすすめですよっていう、うん、まあもうある人はね自分のお気に入りとかがまああれなんだけどでもまあ飽きたなって私も探してる人とか まあ、あとは本当にリアルに探してる人とかね。あとは、まあ、昨今はね、アンプシミュレーターって言っても結構高いんでね、マジで。何でも。ハードが高いのは、まあ、もうそれも高いんですけど、あの、ほんと、何万もするじゃん。5万とか6万とか普通にすると思うんですよね、ハードって。で、アンプシミュレーターのいわゆるソフトウェアもんでも、いろいろ入ってはいるけれど、でもやっぱり安価ではなくて、本当に普通に2万とか、まあ、1万何千円とか、どんなん安くてもね、するじゃん。 1>, もう1万円切ってもないんじゃないないじゃん、ほとんど。まあ、単体売りされてるものとかね、まあまあまあ、そういうセールとかやってればあるかもしれないけど、僕が使ってるソフトチューブとかでさえね、やっぱり1万円は切らないんで、超えてくるんで。あのブラックフライデーだったら話は別だけど、やっぱり通常定価ってことになると、やっぱりそう有名どころのプラグインって、うん、やっぱり2万とか3万とかしてくると思うんですよね。まあ、そういった中で、本当にこの音しか出ないけど、でもこれだけでいいやってる人にはマジでおすすめなんで、 これいいですよ。あ、ちなみに2個入ってるんだけど、こう下、下側のあの、レイニーの方は取り,取りませんでした。すいません。あだるかった。<laughs> あとなんか、歪み方も、俺はそのタイプじゃないんで。で,でも、このソルダーノのね、あの、模してる方はすごくいいんで、もうホットでね、カラッとした、もうカリッとしたね、こう、アメリカン、カリフォルニアサウンド的なね。知らんけど <laughs>、カリフォルニアかはわかんないけど、アメリカンサウンドがするっていう。うん。まあ、なんで、まあ無料なんで、まあ気になかったら、アンインストールすればいい,いいと思うし。 試してみる価値はあるんじゃないかなって思います。というわけで今回はね、まあ、俺が練習の時使ってる、まあこれだけじゃないんだけど、まあ使ってる一つのね、アンプシミュレーターで無料なんで、まあまあ、しかも AI 搭載型っていう一応面白いキャッチフレーズもついてるんで、よかったらぜひってことで動画にしました。ではまた皆さんがどんなね、アンプシミュレーター使ってるよとか、逆に皆さんのおすすめ動画があったらぜひ、他の人にもね、わかると思うので、 あの心優しい方は僕にも教えてくれるっていう意味で共有してコメントくれたらうれしいです。というわけでメロディしまたね。